クイーン、ちょっとやそっとで取れるもんじゃねえぞ。これが妖精だ。邪魔だ。その身を刻んどけ。怪人ジェラルトに俺が勝った。兄さん、俺のことはいいから逃げろ早く。でもフレイチェ、私のせいで、私、お前のせいじゃないだろう。でも私がいなかった。私を守、それを言ったら戦場であいつはあと一歩まで追い詰めたのに、その後もジェラルトに苦戦して
もっと早く戻ってきてればあんなことには。あなたは私を助けてくれました。そうじゃない。お前を助けたのはランドルフが身を挺してお前を守ったから。でもそれは。フレイチェ、今は何を言ってもダメかもしれない。だから俺は自分の剣で示すさ。必ずできるよ。さっきの君は、でも予感が当たってしまったことは。ジェラルトが。すまなかった。私が団長。仕方ない。傭兵家業には仕方ないことがあろうか。わしの力を拒まねば助けられたわ。だがあの団長が。いかにした我が器よ。わしに体をよこさば、お主の父を殺した小ワッパを煉獄へと送ってくれようで。アロイス、傭兵団をしばらく任せていいかな。団を離れて一人。いや、だが。自分にしかできないことなんだ。ああ、分かった。全フラルダリウス公は撃った。これでマテウス領のみならず王国西部はイスキンだが、これまで以上にこち、ランドルフ将軍を含めですが、これまで何度も我々の邪魔を、その団長を撃てたのは幸いでした。これで団長を撃った帝国に復讐するぞ。そうなったら厄介ですよ。まだあの人なんか気になるんだよね。そうなのか。まああの強さ、それって貴族の出ってこと。さ、そんな風に見えない代表格が。途中髪の色変わる。ありました。精霊に認められ、精霊の加護を受ける人。ね、ウメルは復讐は反対です。仕返しされるのは嫌ですよ。でも覚悟の上じゃなかったのかしら。別戦場に身を置いて残された彼らの選択は彼ら自身。そんな、期待はしていませんが、あまりに吹き。あれ、そういえばフレーチェにはああ言ったが、はた、よかったと僕は思うよ。灰色の悪魔は逃がしてしまった。君が成長していることは疑うべくもないけど、多くの仲間がランドル、必要な犠牲だと割り切るしかない。ああ、俺と同じようにエーデルガルトに取り立てられ、大事な仲間じゃないか。その答えは予想外だったな。彼の死に報いるためにも。だから気を落とさないで。なんだか胸が騒ぐ。他の誰が何を言おうと、僕と君は。さて、覚悟は良いな。正直わからない。ジェラルトはきっと喜ばないだろう。復讐を望ま、そうじゃ、よう分かっておるではないか。復讐なぞ人のためにやるものではない。己が心を満たすために、己が欲を叶えるためにやるのじゃ。その覚悟はできておろ。ふん、わ
私の力で無理強いしても構わぬのだぞ。お主の覚悟を問うてもらえるだけわしに感謝するのじゃな。そうだね、自分も覚悟を決めよう。手段を選ばず戦うことを。器の分際で良き覚悟じゃ。なればわしが示してやろう。時のよすがをたどりて見出した答えを。石炎の章、英雄の末裔たち。レスター諸侯同盟との盟約締結により帝国は戦力を西側に集中。少なくない犠牲を出しながらも王国との戦いを有利に進めていった。しかし王国も一方的に侵攻を許しているわけではない。西部諸侯を糾合し帝国軍を止めるべく迎え撃つ。その旗頭となったのは古の実血の子孫ドミニク家であった。兄上、それだけは認められません。落ち着け。遺産を持たせるからといって危険。心配しないで父さん。ドミニクの紋章と英雄の遺作。不足の尻拭いをさせてす。領地を捨てて逃げだ。さすがにかい。あやつには我らが上や寒す。そんな顔しないでください、おじさん。姉。もう父さんたら心配しすぎ。今もいろんな場所でみんなが戦っ。なのに私だけ逃げるなんてできない。すま。危険を感じたらすぐ。うん、分かってる。ブレーダット領に近づくにつれ王家、つまり帝。ゲラインと果たして。しかし捨ておいて。ここは一つ一つ。同盟軍が順調に。このまま王国を押し。同盟が。戦いの終わりが見えて。そっ。いや待って、ちょっと待って。危ねえところだったな。ま、俺はやること変わらん。カスパル、負けません。私ブリギ。私。みんな油断はできないわよ。己を律して。任せとけエーデル。ああ、僕も気合を入れようかな。俺たちの力で。聞いてくれ、私は妙案を思いついた。この実行は私の役目だな。行きましょう。